福岡洋一は、日本の政治家、弁護士。大阪府茨城市長。大阪府茨城市東奈良に出生。茨城市立沢地小学校、金蘭千里中学校卒業。1994年3月、金蘭千里高等学校卒業。2002年3月、大阪大学法学部国際政治コース卒業。2008年、江南大学法科大学院修了。 2010年、法律事務所に弁護士として勤務。また、江南大学法科大学院の特別講師も務める。2016年3月7日、木本穂平、茨城市長が、借入金5000万円を資産報告書に記載していなかった問題が発覚。このため、大阪維新の会所属の地元議員らは4月に控えた、市長選挙で目本を支援することを取りやめ、 3月中旬、自主投票を決めた。同年4月10日に行われた茨城市長選挙では、維新や自民党の地元議員の支援を受けた福岡が、維新の一部主義の支援を受ける現職の木本や、日本共産党推薦の末武和美を破り、初当選した。4月18日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数。 217,951人、最終投票率 34.、34.12%2020 年4月12日に行われた茨城市長選挙では、連合大阪の推薦を受けた福岡が、元内閣参事官で、維新公認の寺本博明を退け再選。当日有権者数、千九百五十一人、最終投票率、ーセント。 ありがとうございます。